新の時代学師匠の新海人です。活動自粛期間中に行っていることとしては、私たちのチームには普段コーチや監督などがいないため、普段の練習メニューなどは自分たちで考えているのですが、活動自粛に伴いチームとしての活動ができない中、今まで行ってきた練習を振り返り、どのような効果が得られたのか、また何が足りないのかを振り返ることによって、活動自粛終了後の練習に向け準備を進めています。四天王寺大学サッカー部の魅力としては、チームの全員が生き生きと主体的に活動できるチームの雰囲気にあると考えています。